はい、本日も始まりました、生活家の水玉女子部。今日はお誕生日に、これは私宛てだろっていうのを結構いただいたので、それをちょっと使っていこうと思います。で、他の YouTube チャンネルのアイドルの子が最初からメイクしまーすみたいなやつで、シミそばかすが見苦しいみたいな意見が、うちの中ではあったので、ファンデとチークだけはしてます。ファンデは、もともと持ってた、ズーシーの、アリスシリーズの、これを使いました。これがカバー力がすごいっていうんで、噂を聞いて買いました。で、これが、コンシーラーですね。これは、お誕生日にいただきました。ありがとうございます。すごい、色がちょっと明るいんですけど、すごいカバー力、抜群でした。ありがとうございます。リップスティック。一本開けてあって、で、ピンク系、両方ともピンク系、赤系で、で、これが、リキッドのアイシャドウです。で、これを使ってやっていこうと思います。ありがとうございます。あ、そうだ。このカラコンも、この、エティアジュレワンデ、キウイジュレ。これもお誕生日にいただきました。ありがとうございます。これは完全に私向けです。ボケてる。金ボケ。こんな感じで。この縁なしが、お人形さんみたいになるんで、私は縁なしが好きです。リキッドアイシャドウがすごい発色が良くって、ラメだとキラキラですごいいいんですけど、これはどうでしょう？わかるかな？超ラメラメなの。これを使うのはちょっと勇気がいるんだけど、どれくらい発色するかな。で、ピンクいってみたいと思います。ちょっとパツンだから眉毛手抜きしてるの。ごめんね。あ、でも、色が薄付きで、もうラメがすごい感じ。アイホール全体に塗って、ベース作りっていう感じですかね。肉眼で見ると結構赤いんだけどなぁ。めっちゃ可愛い。これ下にも塗っちゃうかな。見えるね。一個ラメラメです。アイラインなど引いてきます。アイラインは普通に。あ、でも、紫がある。これ、メイベリンウルトラカラーアイライナー。これ使いやすくて好きなので、せっかくなんで紫でいきましょう。どうですか？かわいい。リップなんですけど、ナンバー2が結構これオレンジに映ってる。これ多分赤くなるんじゃないかな。で、ナンバー3っていうのが、まあ、近いけど明るい赤かな。ピンク寄りになりました。めっちゃ可愛い。これ可愛くない？近づくとボケるのがすごい嫌なんだけど。じゃあどうでしょう。可愛い。これ、お誕生日にいただいたので。全部やってみました。ありがとうございます。お誕生日っていうのが7月20日で、で、毎年生配信とかするんだけど、今年はちょっと、ミノーラの彼氏さんと、鴨川とか千葉の方に行ってたんで、ちょっと配信とかしなかったんですけど、ツイッターの方でやらせていただいて、で、結構いろんなものいただいて、
その説はありがとうございました。37になりました。37で、まあ、主人格のりなちゃんがかなり鬱で、私みたいにこんな風に喋れない感じなんだけど、でも私みたいなやつもいるから、なんとか生き延びれるんじゃないでしょうかね。ちょっと前髪が。そう、髪色も、ちゃんと直しました。プリン直しました。ちゃんと美容院行きました。で、カラーは、エンシェルズの、こないだ、ネギさんが失敗してたやつで、黄色だったんですけど、それをちょっと、ミルクティーっぽく抑えました。いい感じじゃないですか。どうですか？で、カメラ変えたんで、多分音量とかも大丈夫だと思うんですけど、ちょっとテスト兼ねて、今日は撮らせていただきました。ということで、今日はお誕生日にいただいた、メイク用品でやってみました。37のツインテですけど、大丈夫ですか？今日寝巻きなんですけど。ということで、今日は、いただき物の、ご紹介でした。皆さんご視聴ありがとうございました。また、調子がいい時にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。